はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルビジです。では今回はポケット戦国、本の地の変身なりを続きをやっていきたいというふうに思います。前回ですね、第1話ということで本の地の変とそれに続く秀吉の大返しからの山崎の戦いをご覧いただきました。で今回はその続きになります。早速じゃ あ始めていきましょう。一旦内政をやっておきたいんですが、秀吉がどこに入ってるかだな。で今山崎に入っていますんで、まず表情をしておこう。建設をして金をね、確保していきましょう。三成に対して、まずは姫路かな。針馬、三木だね。三木に、金山とか欲しいけどないか。となると、港町がいいよね。金が欲しいんで、今は。港がないか。港欲しいな。港。あ、あるある。金がない。いやー、金がないぞ。1万5000か。今いくらある？ 1 万3、1万円しかないのか。全部金使っちゃったもんな。しょうがない。一旦時間進めよう。お、秀吉のイベントですね。ちょっと待ってね。ここで金がドカッと入ってきたよね。百姓一揆の国になってるので、まず一揆の城を次々と確保していくっていうの重要だね。最重要。そこからやっていこう。山崎から兵を出して、あちらこちらの城を手に入れていくからだな。じゃあやっていきます。まずは表情で、さっきできなかった建設。三成。まずは金が欲しいんで、鳥取城で港建設。で、残り金が少ないんですが、まずは一騎の城、機内を一気に制圧していかなきゃいけないね。丹羽長秀が早速兵を出して、これの確保に動いてるな。河内。ここも信孝が動いてるんで、これに負けないような動きをしていかなきゃいけないと。秀長を総大将に五六長安。この辺りを、まずは、本願寺。さらに、長政。あとは、正則、清秀。もう、ここは、どんどこ。兵を出して。とにかく、他の人よりも早くね。城を確保していきましょう。こんなとこかな。もうちょっと兵出したいけど、一旦これくらいにしよう。これ以上兵出せないですからね、そもそも。じゃあ、あとは徴兵しとく。あとは、
き場だな。これも金かかるからね。とりあえず三木城から。で、こちら勝家ですね。これで清須会議になるな。じゃあまず清須城へ行きましょう。もうこの辺りは史実通りに進めていきます。ちょっと兵の数が足りてないね。ここはもう三法師をしましょう。三法師、ちょっと待ってね。これで、兵を出していたところ、いくつかありましたが、そのすべてが、秀吉の城になったね。ちょっと確認します。いや、相当秀吉の勢力広がったね。一騎持ちの城になってたのが、全部秀吉のところになって、まあ一部、庭になってますけどね。そうなるとあとどこを次叩くかだな。庭は羽柴に従属してるでしょ。池田も羽柴に従属。柴田、まあ普通に行けば次柴田だけどね。で、細川も、秀吉に従属。で、浮田も羽柴、まあ、秀吉に従属。で、毛利は、有効という状態だね、同盟の。では、では、では、では。表情。まずは、親善。三成、いや、秀吉、2000持って、毛利。
そう、冬までは内政に、固めましょうと。摂津には金山ありか。摂津で早速、あれだな。金山建設したいな。人材登用で誰か優秀なやついる？いや、ちょっと待って、今集めるのは無理だな。とりあえず各地に散らばった兵を戻しよう。戻そう。ちょっと言えてなかったですけど。京に移動。後藤又兵衛欲しいな。後藤又兵衛をちょっと雇おう。後藤又兵衛はマジで欲しい。あれ、又兵衛どこ行った？長政。長政だろ、まずは。ちょっと各城どこに兵を入れたかが全然わかんなくなってる。お、金が入ってきた。金が入ってきたら早速、摂津で、表情摂津で、建設しよう。秀長で、摂津。これ、飯盛山になっちゃってるね。摂津、摂津。摂津はこっか？そうだね。お、もう採掘所である。ありがたいやー。本当にありがたい。あとは、金山があるところ。で、とにかく、金を手に入れていかないといけないな。港か金山かというどっちかはもうびっくりするぐらいせか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 作っていかないといけないからね。あと金山あるところは他ないの？金山欲しいよ。金山あと港ね。金山港ちょっと今金山と港探してます。ないかとなると、他は何が欲しいかっていう話だな。今、内政やりたいよね。しょうがない。じゃあ、市場を建てていく。で、あとはだ。もうちょっと建設しておきたいよな。そうだな。
で、あとは徴兵もしっかりしとこう。金があるうちに。兵が減ってるんでね、徴兵、自動徴兵でいいでしょう。で、あとはこれももうちょっと忘れないうちにどんどんやっとかないといけない。人材投与やりすぎると良くないという話はもちろんあるんですが、優秀な武将がいるところはもうとにかく囲っていく。堀尾義治とか、ああ、森田兵もね、軍事75は欲しいけどね。長政はもうすでに今派遣したでしょ。善助、和豊、このあたりもいますが、まずは、又兵衛だよね。又兵衛。後藤又兵衛を雇う。黒田家の猛将、朝鮮の駅や関ヶ原で夢を挙げたが、後に主君の長政と反目、黒田家を出奔。大阪の陣では10倍の敵を相手に奮戦という話ですね。もう一人ぐらいやと、こうやってさ、人材難になっていくんだよね。いや、とはいえさ、優秀な武将いたら雇いたくなるよ。だって長政とさ、又兵衛が在野にいるってちょっと信じられないよね。合戦で戦える武将欲しい。村重とかも合戦弱いね。56か。今画面でチラッと映しましたけど。小西行長。ちょっと微妙だよな。こんなものかな。そうなると森田兵をじゃあちょっと雇って終わりにする。よし、これでいいでしょ。ちょっと待って、でもさ、金余らせておくのもったいないよな。せっかくなんで金余らせておくのはもったいないので、表情諸行投資、長政を金、うわー、又兵衛がいなくなってる。マジか。資金援助2000円あげましょう。今ちょっとでも金が欲しいよ。金が。で、周辺国の親善状況を確認しておく。ちょっと待ってね。浮竹はいいよね、100。で、毛利が80か、ちょっと微妙だな。細川が66。庭も66。滝川が40か。え？鈴木が40。鈴木に武力制圧をかけていくというのはありだな。で、鈴木家は今さ、武将数とはどんくらいいるの？武将数。10いるのか。
池田も資金が欲しいっていうの？いや、みんな金たかりに来るからな。どうしよう。今欲しいのは、軍事訓練しとく？で、徴兵は自動徴兵にしておいてだ。で、あとは、秀吉の方は武将数21いるけど、今どこにいるんだ？他の武将たちは。全然わからない、武将のいる場所が。京に15いて、あと6どっかにいるはずなんだけどね。牧島、姫路。牧島と姫路に分散してるね。こうやって見ると。牧島から武将を呼び寄せよう、まずは。姫路にいる、神戸の親父様はそのままその場所にさせておいて、まずは徴兵、自動徴兵にして、全員、武将を補充します。兵を補充します。よし、ここでまた金が入ってきたね。そしたら、内政で、建設。もうとにかく今金が欲しいので、軍事系に従事しないものから中心に先にやっていこう。建設。どこで何建設するか結構重要だからな。まず港。港が建設できるところはどかすか。港を建設。直に金をゲットしていこう。とにかく今建設建設建設ラッシュ。あとは軍事訓練。他神殿開発しとく。あとは、まだ金、ああ、もう金がない。金がなくなってる。できれば、投資しときたかったんだけどね、商業投資。まあ、それができないとなった以上はしょうがない。では、武将を移動させていきます。鉄砲隊がいないね。ここは兵を消耗しない方がいいか。鈴木をちょっと攻略しときたいなと今ふと思ったんですが。
いや、鉄砲隊多すぎだろう、鈴木さん。となると2正面攻撃した方がいいよね。ネゴロジとサイガジ、ここ両方同時に攻撃を仕掛けていけば案外あっさり落とせるかもしれない。まだ9月兵を出そう。騎馬隊が欲しいよな、清正。こんくらいか。で、さらに。スノモト城が包囲された？誰？鈴木か。ちょっと待ってね。これ救援に向かいたい気もするけど、一旦このまま放置して、スノモト城はそのまま放置だな。落とせるもんなら落としてみろという感じだ。もしくは、減ったところを強襲でもいいね。で、ちょっと減ってきたところで洲本城の攻略に向かおう。救援に向かう。うわ、洲本城が落とされてる。きついことしてくれんな。さあ、ここで鈴木と決戦だね。自動で粉砕しちゃおう。ここも自動で粉砕できる。よし、洲本城を確保したね。貞雄は投用する。うわー、投用できないか。そうなれば斬首。雑賀の投手。斬首。孫一かー、投用してーな。釈放するしかないか、孫一は。門徒衆とかどうでもいいな。釈放。で、そしたら、ちょっと今画面がスッと動いちゃいましたけども、洲本城にいる武将たちは、一旦徴兵して、ああ、自動徴兵が効かない。金がないから。ああ、困った。洲本城にいる武将たちは、一度全員選択して、岸和田城に入れちゃおう。いやー、金がないな。よし、金が復活した。
本当に金重要だわ。内政。ちょっと待ってね。そうなると、京に在住が3人いるので、京に在住している3人を使って建設していこう。小六が今京にいるのか。ちょっとそれはそれで微妙だな。金山あるでしょ。あるよね、採掘所。あとここにもあるね。金山あるところは集中的にやっぱり金を置いていきたいんでね。で、秀吉軍団は全員選択して、災害進行しましょう。決戦するのにむちゃくちゃ金かかるよね、これ見ると。ちょっと待って、これどこ？西賀に細川軍団が援軍できてるね。沼田騒動の話がちらっと出てましたね、今。さあ、寝頃地がまず落ちそうですね。いや、金がマジでない。ネゴロジ取りました。というところでどうですか、時間長くなってきたので今回はここまでにして、次回はここから先になりますかね、やっていきたいと思います。まあ、ネゴロジ攻略したのでこの先となると、まあ、あの才が落として鈴木攻略しつつ勝家との決戦に備えていくという流れになると思います。では、今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方、ぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなと。いうふうに思います。